もう見習えよもう全プレイヤーもう全部なんかあのー、あの以、ー、外に騙されてるああ巨人だからおちゃらけで3番だけ釣らないっていういつもの進行でいいよね3番釣らないっていう女性は釣らないいくら3番が福岡を使っても私の中では3番は釣りませんから目を閉じてくださいもういいでしょうヒロちゃんのあの人炉札のナンバーワンの誇りのために戦ったっていう真骨頂だね ああいうゲームをもぎ取るっていう。ってか、どっちみち勝ってたじゃねえかよ。6番で終わって、あれ ?57 なのと思いながら、あれ ?5 人場面だよな。あれ ?5 人場面だよな。と思ってました今 <laughs> あれ ?4 人場面と思って。あれ ?5 人場面のえって思ったけど、よくあめだな。それなのと思いながら。それかよと思いながら。 シン2人がふざけてんだよもう,もう勝てるわけねえじゃん <laughs> よく勝てたわシン2人がふざけてヒロちゃんの <laughs> では新骨頂こういう美しいゲームができるっていう結果見てあ美しいもうすごいあのヒロちゃんのゲームはもう感動するゲームだよね 普通に弱い狼勝って、弱い狼に勝って、だから言ってんじゃん。ケロちゃん雑魚狩りじゃないから。強い狼に勝つタイプだーはい。そうですね。はい。まず今日は、えー、ドン進行はしまい、しないようにしましょう。あれ、悪の進行ですね。うん。おかしな進行の一種。人外がもうよく使う手です。逆ドン進行しましょう。はい。えー、そうですね。三3番すらない進行。 一人を村置きすることによって、釣、え、ら、ー、ない進行ですね。はい。このデータ傾向として、男性人の狼の割合が高いです。女性を釣らない進行、初日だけですね。二日目はまあ、あの黒結果出たら釣ればいいじゃないですか。釣りたかったら。女性釣らない進行を取ることによって、9と3を釣らない、二つを、二つを仮で白置きして、勝つ進行ですね。これによって狼を追い詰めるという進行ですね。これが逆ドン進行ですね。新しい令和の進行。 まあ、狼は飲めません。ドンしンコと同じです。フリーになるからです。あ、残りのメンバー、釣りましょう。以上です。一番。きました。今日も。発言してください。もはや、何を言ってるか分かりません。無作為っていうのはね、あの、占い結果だけでいいと思うんですよ。よ無作為。その他には、全部思考と、まあね、いろいろ入るべきだと思うんですよ。で、私は、その三番さんで、無作為に決めるんだったら、一番黒い人を釣らない。 二番目に黒い人を釣るみたいな、そっちの方が強いと思いますね。まあ理由は、あれなんですよ。初手になかなか、あの、狼ね、黒いと思ってるのめったにないんですよね。だから、そこはちょっと外して、ね、ちょっと二番目やろうかな。で、まあ、占い師から言うと、そこ、占いたくもい残せないとか言う人もいるんですけど、残しましょうね。残して、あの、考察を深めていった方が、 色見えますよだって黒もういいんだ、一番。あのね、もうなんだろう、バルサの10番のトップがね、J リーガーと一緒に戦ったらね、<今>ボロ負けするっていうチームプレーだから、チームで戦ってきたらっ試合ばっかりやらされて、本当にね、番番ともにチャンピオンズリーグで、もう決勝でね、ままで決勝点取った波の強い敵に勝つ。9番さんはおかしなことをしない方がいいって唱えてるのに、自らおかしなことを僕はしてると思ってるから。 ーンがしてるドーン進行はおかしいでしょ,しでしょあんな進行。っつっても逆ドーン進行は女性陣につらない進行ですよ。真っ白な進行ですよ。何で黒黒すか、2番さん。まるで私がね、3番さんのことになんか変な横島な気持ちがあるかのようなことを言ってますけど、<番>どこに私、横島な気持ちありますか発言してください。 さっきのゲームで3番さんはヒロちゃん騎士に惚れたかもしれませんけど、2> <laughs> 2は私はね、別にあの、まあ、インド作のバルサの10番なんだから、全女性プレイヤーの惚れるのが当たり前です。すヒロちゃんはね、強い敵に強いです。2番さんは、なんか女の子に優しいっていうだけね2番さん。残念でしたね。なんかそれが、なんで女の子だけなんだろうっていう。他の村の人がちょっと不平等入っちゃってるから、 うん、私はね、全女性プレイヤーを釣らないんでするのに、全女性プレイヤーを釣らないんでする収し全女性プレイヤーをあるのに、教回収じゃないんだって、心からだよ。もあるしも9番、3番するってダメなんだよ。まあ 完成で男性ファンが泣いちゃうでしょ、3番なんですったら。<laughs> あと私はね、ちゃんと今日はもうお腹いっぱいだから、たった1試合だけど。うん、スーパースターの輝きっていう。ああいうゲームのものにで言えるのがスーパースター平和、はい、石です。普通の村は5番するから。占い師出てきてください。あとは、カレードの位置によって僕は指定するか、カレードが指定するかで。まあ、人気を変にやっていきましょう。 5番のプレイヤーは発言してくださいまあい、まあ、コイン追加できないのがきついんだけどまだ分かんないよね、まあ、2番さんちょっと早いなと思った標準とかってそういう精査するんだよね決め打ったあのまあその進行論でしかないから初戦は。 じゃあそれで黒いかどうかっていうのは違う、ただ、その唱えてた論と違うから釣るってなると、村でもいいから釣ろうっていう見解に至っちゃうから、まあ、あと、その一番のその2番目に黒いやつ釣るっていうのは、オオカミは黒くなんないで、隠れてて、ちょっとの黒さしか出ないから、時点で上がったやつを釣ってこうみたいな多分意味合いだと思ってるから、で3番に関してもわかるじゃん、9番が女釣らないって言ったの。 まあ三番ってちょっと心配症のやつなんだなと思っちゃった。四番、霊媒者ハ握。六番。マジでこいつ。うるさいんだけど。発言してください。何言ってんの。はい、占い師オランダム三番白。何、五番さん、二番さん、狂人なの、これ。<laughs> ああ、九一両方からヘイトかってるから。<番>まあ、ロープかね。からじゃあ、何言ってんのよ。のに2番。はじめちゃんとやってほしいよでしょ。黒狙いでいくんだ。こういう人いるから、この収録、よくさいんだよ。 まあ5番さんは2番さん強人。まあ俺もそんな感じはしてるよ、ウス数スは。かなと思ってるマンド。じゃあ2番つんなくていいんじゃねえローメがないんだったら、とりあえずは、うん。まあ占いたくもないって意味では2番だけど、まあ保存値でいいかなと思ってるかな。まあ5番の指摘は良かったと思ってるよ。あんた強人なんだね。はいはい。7番のプレイヤーは発言してください。はい、私が本当の占い師。9番さん白出てます。うーんまあ6番。 両方あるんですけど、まあ、6番から 5, 5をちょっと評価してる感じから、あと2番保存位置っていう,うん、その言い方は若干あるんだけど、なんとなく触れ方的には6番狼だったら5と2がちょっとだけ薄いかなって思って、<laughs> で、まあ、1はあるし3もあるかなって思って、3, で3番さんでちょっと気になってたのがあって、まあその <laughs> あのまあ えー、9番が正社長なんで、とりあえず釣らない位置を決める上で、まあ、女,子を女子のキャラクターになってる3、9、3、8って言ったのか,なだから、それには一応え、何言ってんの私は三番さんを好きとか嫌いとかじゃなくて、全プレイヤーにやってるから、ってあんまり俺、むしろ<の>世界平和の感覚、世界平和と同じ感覚で女性陣を守るって感じってなんでしね。し本当にあの、知らない人はね、発言してくださ,いさんを好きだからやってると思ってるんだろう。 素直に,本当に全員やってっからも。年齢とかも問わずに、既婚者かどうかも問わずに、全員やってんだから、しょうがない,いじゃん、九9番は、ドン進行は人外のする行動だ、人外りがある行動だって言った上で、まあ、やりたいことは女性を釣らなければいいって、まあ、それが人外の行動かっていうと、あれかもしれないけど、村の行動かっていうと違うと思ってるし、1番に関しても、まあ、2番目に黒い位置を釣る、2番が一番言ってくると、真っ当ではあるんよ。 でもね、なんか、面白くなりそうだなって思ったから、俺はね、2番釣ってもいいかなとか。で、なおかつ2番目に黒い5番も釣っていいかなとか思った。これ9番と1番の進行論を、たまにはそんなのもやってみても面白そうだなって、ちょっとそういう思考になっちゃってる今。結構5番がなんかいい位置取りをしたなって思ってるから、5番黒は全然ありそう。今は、まっとうなことは本当に言ってるよ。9番のプレイヤーは発言してください。 いや、残念したね。でもほら、当たってることあるじゃないですか。もう基本的には、3番はね、あの、人外だったらね、9番なんか釣り下さないんで、うん。村っすよ。うん。まあ、1、2番でいいでしょ。ね。この進行を嫌うの人狼だから。うん。村だったら3級だって釣らないで他のやつと戦えばいいんだよ。範囲が狭まるんだよ。これこうなって、1、2、5、8と戦うという。苦しいんですよ。 それよりは、3番9番の,のところを白置きはできないんですよ。2つも白置きなんて、そんな離れ技はできないんですよ、人狼が。ドン進行みたいに順,なんか順番を合わせて出てくるとか、時代遅れなんですよ。強い進行なんですよ、これが。一に、もう、う逆ドン進行を切らかじてて、もう1、2。うん。別に女性でも男性でも誰でもいいんで、1人白置きすることなんですよ。私とね。それで2つの白置きをする。そこを嫌がっている人狼を炙り出す。これが逆ドン進行。1 2,、2ずり !1 番。 のプレイヤーは発言してください。はいお願いします。岸引きました。太鼓の方は何名いらっしゃいますでしょうか。あいらない？いない？いないの？えー、っとね、じゃあ4番さんと相談して、まあグレーからね、2、5、8からっていくんですけど、2番目に黒い人は5番かな、5番かな。1番黒いのは2番かなと思ってたけど。 えっとね、なんか話はあんまり聞いてないんですよね。木場さんの話は聞いてたと思うんですけど、私が言ったのは、あの、初日に釣ってグレー釣って、狼ってなかなか釣れないと思うんですよね。だから、あえて、あの、2番目に黒い人釣ってみるのはいかがでしょうかつってってたから、ちょっと、2番さんの叩きおかしいし、なんか、逆引いてたからこそ、なんかね、なんでそんなヘイト向けてくんのと思ったから、なんか結構、人害目高いなと思ってて。 で、5番さんは、その2番さんを、なんか、強人っぽいってね、あの、私、あんまり狼弾けた理由が納得いかないんで、ちょっとね、8番さんと5番さんになったら、8番さんの方がね、まあ、ここあんまり差はないです。ちょっとかな、ちょっと8番さんの方が白くぽいかなと思うんで、まあ、2番目に、えー、ちょっとね、私が投票するのは5番さんかもしれません。ただ、まあ、サングレーなんで、まあ、人気投票でいいんじゃないですか、山番さんね。 指定てんて一本釣りしてほどつまらない進行でないんですよね。これ、オオカミがたまたま一本指定されて発言で返せない。超かわいそうなんで、一本指定嫌いなんですよ。だから私は2週目の258聞いて、2番目に来る人に投票します。2>, 2番のプレイヤーは発言してください,ださい。はい、まあ八は釣らないです。八が人狼でも釣らなくて、まあ、すごく、なんかなんていうの、家にさ、 こう一本立ってるさ、木あるじゃん。太いやつ。あれしたいんだけど、まあ、していいかわかんないからしないでおくんだけど、5番が2番目に黒いのはなんで黒いの自分の発言をちゃんと返したら家に木がなあって。てえそれが何 <laughs> あの、1番さんとかは。 俺真ん中にあるのって5番が組み取ったのは2番が組み取ってるんだけど、けどけそもそも黒くなんないんじゃないのあの、あのあの黒くなんないんじゃないのなのになんで2番って次に木があって2番って後ろで見たらいいんじゃないですかってそんな安易なことでやっていては勝てないんじゃないですかって話をしてるからよくわからないなと思ってます僕はなんか5番8番にあまり いいると思ってないし8番だったらまあ残念だなと思ってるから8保存の5もあんまり追っかけてなくまあかっこいいじゃないと思ってるで6番が偽だったら2番の評価集したかったんかなと思ってるぐらい、まあ、仮に5番がつながるとしたら7番かな6番が5番評価して7番も5番評価しに行ったんでぐらいですけど多分 僕があの太いね家にある太い木あるじゃんあれやった方がいいと思うんでこの村は八番さん楽しくねやってもらえれば大丈夫ですはい3番のプレイヤーは発言してください,ださいはいまあ2番さんは8を保存する理由が私わかんない よく話を聞いてるて人間の許可、ね、してるのに今回面白い話をしてみようよって言ってる人なのにうんちょっとわかんないで5でもない8でもないって言ったら39の加工になるわけだけど3の黒要素は9の,9の黒要素はってなるじゃんそこまで言ってほしかったなっても <laughs> どうなんですかねう もう9番さんおかしいと思うけどね。うんまあ、でも2周目もおかしかったねって 8, 8をい、e、いって言ってるから。8い、e、いってどういうことだって普通におかしくない今回はしあの話をちゃんと聞いてる2番さん釣りたいっておかしいよね。4番のプレイヤーは発言してください、はいはい、じゃあ8番一本指定で。 一番さんが嫌いな進行やろうかなと思います。八番さんは5番が2番目に黒いんだったら1番目行ってみたらって思います。はい。5番のプレイヤーは発言してください。さい俺も八番ずり賛成。八番言ってることむちゃくちゃだから。あと、最後残っても色が見えにくい。 で5番はなんかいい一撮りしたなとか言ってるけど、俺、村なんで、普通に、何を言ってるのって思った、8番ね、8番座りね、き日で、2番さんね、あなた分かりにくいよ、なんか家にある太い木って、それ、誰が拾えんねーんって話。で、気づいた、3番さん、山田さん、この人、何言いたいか。家にある太い木になりましょうって、こいつ、柱するって言ってんだよ、これ。俺じゃなきゃ見逃しちゃうね。分かりにくい、本当に。 そういうとこ拾ってあげよ。俺ごめんね、結構お笑い好きだからさ、つこんつコミしちゃうわけよ。こういうのって。で二番走らしてるからもういいんじゃない？ただただね、俺キュートさんっていうのは隠しロを作った方がいいと思うよ。なるかどうかわかんないけど、まあそんでも俺怪しいってなったら占えばいいじゃん。今日八番ね。おっつ六番のプレイヤーは発言してください。ほらこの五番っていうのは二番は走らしをしないし、八番のクローズ曲げてないとりあえず八番に釣る。 5-7何目線でクロスなのん俺は9番占バーいいいは8ってんのキ番からクロス拾ってないのに俺はやっぱり5-7じゃねえのかと俺は思ってるからさ。ダメだよ、レノさん。8は一番話を聞いてる人物だし、8が人狼の時は容易に2番釣りをしたでしょ。ダメダメ。絶対5が人狼だと思ってるから、これ線でまあ、とはいえ、クロスは言うこと聞いてしますよ、2番さん。あんたの言うこと聞いてね。だから7番も3番ぐらいえんちゃう。はあうんうんうん 9番で白だったらおそらくって感じはするんだけど8の黒は追いずれ絶対5でほとんど黒は落ちると思ってる今の発言から8の黒そうになってないから5番っていうのは57で見てる5ずりが飲めないクロスはする7番もクロスすれば5ずりね5ずり7番のプレイヤーは発言してくださいまあめちゃくちゃ6番が8ずり嫌うからやっぱり8番行きたくなりますね 6番の1周目の発言で、2番は保存位置だって言ったら、まあ、6番って2番のこと、案に残そうとしてるっていう発言になっちゃうと思うんで、容易になんかラインが見えると思うんですよね。だからあんまり2番っぽくないし、あと2番がグレーで、3人と戦わなきゃいけないっていう、ちょっとあの木の下りはちょっとよく分かってはなかったんですけど。 なんかあんまり、まあ、8番の意見にも納得してっていう形で、まあ、グレーにあの片白にいるんじゃないですかっていうふうな形で終わったから、あんまり戦う気がないのかなって思ったんですよね。狼っぽくないなって正直思ったんですよ。で、まあ、6番が明らかに5番を押してる、5、7で見てるっていうふうな発言と、まあ、初日に関しては5番の発言めちゃくちゃ分かるよねっていうふうに今話、理解した上で、あのー、言ってたから、まああんまり6番っぽく見えないってとこで、8でいいんじゃないかなって思ってます。 うんいやここまで嫌うかって思ったから別,別に87っていうラインも、うん、ないことはないっていう風に取れ,取れると思ったんですよね普通にグレーだったらうんだからそこのそこが出ないのがちょっと視点も狭いなっていう6番さんに対しても思ったんで6八か6三かなっていう風に思ってんですけど、まあ、3番さんがなんか9を若干怪しいんだけどなんか怪しいんだ要素は、まあ、ちょっと時間が 短かったっていうか、コイン追加できないからあれなのかもしれないけど、まあ、それは、うん、言ってほしいなって思ってました。じゃないと返せないんでっていう風に感じですね。ああ、だから6発信、6八がであったら、まあ、もうそもそも、明日も売らないとか、もう、例の結果だけでも、明日もほぼ勝てるなとか思ってたんで、なんかクロスの話とか、別に、いや、いらないんじゃないと思ってたんですけどね、6番3して、だって5で釣れたら終わりなんでしょとかそう、そういう風うに思ってました。はい、8いきます。 8番のプレイヤーは発言してください、えー、はい霊能から一本指定を受けた8番でございますいいんじゃないですかでもなんか4番はね1週目の発言も2週目の発言も聞いて思ったけど多分この人は一生勝ち越せない人だなと思ってたから俺が死んだ後明日どんな発言するのか4番さんには期待しようかなと思って いやまあ正直ね、2番は言ってることおかしくないよ。だけど俺、1周目の表から結構9番1番多分村だろうなって思ったから、まあ、乗ってもいいかなって思って、2周目3番がめっちゃ黒くなったなって思って、5番はね、いや俺結構1番の言ってることわかるんよ。2番目に黒い人が狼っぽい、なんとなく伝わるから、なんか5番も黒いけど、3番が明確に黒いのって、 まず2番に対して、2番が8番のことを釣れないのが意味わからない。8番って一瞬言ったのは、2番はまっとうなことを言ってるけど、別に釣ってもいい。俺、2番のことを釣りをしてないよ。釣ってもいいって言ってるんよ。村、まっとうなことを言ってる狼だっているわけじゃん。3番ってまず熱を加えて8番にも向けて、なおかつ9番の村も拾えない、2番もおかしい、8番もおかしいとか言ってる3番が、なんか結構臭いなって、3番思った。5番にはね、なんか特段、狼っぽいってよりは、なんか、 いい位置取りした。多分、これね、一番とちょっと思考近いんだよね。なんか、なんか、なんか,か伝わり合うよね、一番さん。なん、なんて言うんだろうね。明確なここが黒いってよりは、なんか一周目の議論で、正直に言うと、正直に言うとね、二番が言ってること本当にそのままないよ九番と一番って信仰的なクソおかしいこと言ってるから、 9番と1番釣りをすのって俺は普通の思考だと思うんだけど5番ってその9番1番に対して進行論だけでしょ別に2周目聞けばよくないって結構2番3番4番に全員にあの触れ方してる5番って1周目なんかクソ狼っぽいからまあ4番さん明日頑張ってくださいよ見ときます投票を始めてくださいよしじゃあ2番釣ろうあしらしてるやつは許せないからねまあ8番釣られていいんじゃない4番でまみ越してんのまあいいや まあ、8番もね、走らしてから、すられてください。重要だったら、まあ、巨人だったから、別に、背後終わればいいや。うん、8番、すられてね、ね、これで、あの、あれだったら笑うけどね。あれの可能性もあるからね。あれあれな可能性もある、ね。8番、あれはあれな可能性い。あな。3、4、6、7。ほら、6番とかも初投票でしょ いやまあ全然俺3番6番とかクソになりそうだけど日曜ー3番めっちゃ俺黒いなと思ったんだけどまあまあ明日のいろんな結果でいいんじゃないですか5番さん俺ね2番の「その俺らなきゃ見逃しちゃうね」って言って俺もなんかネタで返そうかなと思ったけど全然思い浮かばんかったわあのあとひたすら魚に食われたあいつの想像しか出なかったから他になんかセリフあったっけと思ったけど全然浮かばなかったわまあ明日頑張ってください夜が来ました やばそうだけどもういいやめんどくせ当日めんどくせえからもういやもう誰だ大きいしって何の試合これ大きいしってマジで何の試合これ占いの試合はこの変なさこのアカウント量産してるやつがさ何回も書き込んでくんの こいつって何なのチャンネル見ればいいんだ。チャンネル見て、どこ,こをブロックすればいいだろう。14日に今日登録したやつを、なんってよ。何個も作ってるよ。本当に、こいつ何個も量産してるよ、ほら。何してんの、おい。同じような名前に見えるけど、アカウントマジで量産してるよ。ブロックしてもまた書き込んでくるよ、お前。一体。なんでこんな量産しのどこまで暇なの、この人。 全部報告するけど。朝が来ました。おい !6 番。ゲーム終了。じゃねえじゃん !7 番のプレイヤーは発言してください。うーん。まあなんか、あれだな。勝てないとくんで、しなんか地がみかなーと思ってます。6番に関しては今。 急に飛んでったんでびっくりはしたんですけどまあ3番釣って普通に終わるかなって思ってますでまあ昨日の段階で6番ってお,おかしくて、まあ、6番って8番の釣りたくなくてめちゃくちゃ5番釣りたかったわけですよねそうでも俺しかもでその後、まあと6番3して偽占い師である僕が8番めちゃくちゃ押しててなんか78で見,見づらいにもかかわらず8に入れてるっていう 構図ですね、8番、5番をあれだけもう確定だって言ってるぐらいまで疑ってたのに、いやまあ、この票投票行動と発言の食い違いをまず見抜いてほしいっていうところなんですよね。で、三番さんは、えっと、1週目、一、まあ、週目おかしいなって思ったのは、2番が話を聞けている人物って言ったけど、2番って1番と9番の、えー、話を まあ解釈した上で1と9釣りたいって,言ってるからなんか聞けてる人物っていう風な評価になるのがちょっと違和感っていうのがまずあってで2週目になった時にまあ9番が依然に怪しいっていう風に言ったんですけどまあそこの様子を上げてくれなかったっていうところなんですねうんだからまあ単純にまあ初日、ちょっと発言弱そうな6、3で囲い入れたのかなっていう風なのがまずありました。 まあで昨日8番に行ったのは、まあ、明らかに6番がもう8行くの嫌がってたし、あと6番をオカミでライン制度したときに、2番を保存位置っていう明らかなラインを見せるのと、まあ、6番が5番を1周目はまあちょっとすり寄って、2周目はまああのめちゃくちゃつり寄すっていうのが、6号絶対見えないと思ったんで、消、ま、去、あ、法的に8番行ったんですけど、まあ、ただ8番のまあ遺言とか、弁明聞いてると、白いなと思ってもいました、正直。ただまあライン、そこはラインでやりました。はい、まあ、3行ったら多分終わると思ってます。 はい、見てください9番のプレイヤーは発言してください。まあ普通に考えたら3色なんでしょう。752と72これこれ2番じゃない ?5 番のその柱じゃないんじゃない意味は。最近ね、柱する人狼は増えてます。あのー。 もう、丸いんだけどね、もう2番さんもう地のだと思うけど、あのー、もうせこすぎるんですよ。弱動の進行でもう透けたんですよ、もう。うん。私の進行を飲めない。飲めない、人間は飲めないんです、絶対に。無敵の進行ですよ。そして困ったら柱。これが人間の行動です。まあ、3番さんの女性陣に惚れられるプレイヤーになった方がいい。ナンバーワンプレイヤーは誇りのために柱をしない。なぜ 陣外のために走らしないんですよ。今日のプレイで勝ってはいけないから、二ずりだよ。1番のプレイヤーは発言してください。お願いします。ね。ああ。いやー、弱気だったなー。声外せよかったなー。4番様持っちゃったんだけど、マジでさー、ね一本釣りしてしやがったから、護衛放棄してやろうかなと思ったけど、ねまあね、ね私の弱気が。 4番さん 5A を押してしまいました。6、5A はできませんでした。<laughs> ああ、なんですよね、2番、二番が一番、あの、人外かな、一番人外っぽいかなと思ってて、そもそもが、まあ、柱するのは別に自由なんですけど、5、7、クロス拾えてなくて、絶対かっこいいだと思ってて、グレに、おかみないと思ってるから、柱するっていうんだけど、じゃあ、なんでご投票なんですか、2, 2番さん 2周目聞いて、1周目で拾えなかったクルーズとか拾えるかもしれないじゃないですか。ですよね。だから、2番さんも2周目5番さんのクルーズとかなんか拾って、5番さん投票したと思うんですけど、1周目聞いた段階で58白起きして柱っていう行動が、なんか村じゃないんですよね、9番さんね。絶対2番さん村じゃないですよね。だって変わってるんですもん。変わることあるのに、なんか走らせて58村起きですよって言って、5番さん投票っていうのが。 これ、人外にしか見えないですよね、キ番さんね。まあ、7番さんずりでいいんじゃないですか、今日は。あとは、センスのある4番さんに決めてもらって。ね。はい。まあ、1本ずりして、ね。今日の分と明日の分してってください、4番さん。はい。今日7で、その後、どこ1本してするんですか、4番さん。はい。従いますんで、4番さんに。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。さいはい。変わることはあるよね。つらそうだなぁと思って聞いてたんですけど。 2番釣り寄される理由がくだらないんだもんだって。なんか原文取ってやってないからめんどくさっと思って、まあ。9番さんそもそも1番2番って1番間違えてるし、まあ、2種目に関しては3番さんの2番指摘はずれてるし、後8があの段階ではないから3番9番どっちかなんじゃない、そこのふもっと深くまで言ってくる、ね。まあ人狼はないましたか。 当時だけど可愛い気でません逆だどの信仰は無敵の信仰なんです。そもそもこの信仰はたかに勝てな進行し新しい信仰ですよ。どうぞ世界に風を吹かす。か私は2番を釣ります。7番しか行かないですよ。2番しか行かないです、ね。番6番派生の2番の癒着は見えなかったんでしょ。6番2番だったらラインつなぎに行ってるからあんまないなって思ったわけなのに、 なんで6番が8番行きたくないってやった六6番8番は見えちゃうわけ意味がわからないんでね6番2番も見えなかったわけじゃんなんで6番8番見えちゃうのわ、まあ、かんない七進かも知らんけど、まあ、7行きます、ね、はい7進かもしんない7行くってありえないでしょ3番のプレイヤーは発言してください、はい はい、7番さんに、ね、昨日から不当に叩かれてねナックルを打たれるんじゃないかって思ったんですよね。まずあのその7番さんからの不当な叩きは9の,9のことを 2, 2週目も怪しいその理由はって言ってるけど私ちゃんと話してるから8があのおかしいこと言ってるのに9って8いいねって言って1に釣りをしてるかおかしいよねって7番さんは。あの 熱動っていうか半ンク漏れなのか知らないけどそこをずっと叩いてきて私は黒塗りしてたんで、まあ、黒,黒打たれるのかなと思ったらまあ打たれましたね強、うん、人もあるかもしれないと思うんですけどだって九番さん今日2ずりっておかしいし、うん、7強で956とか9九二でにずりはないか7強もあるんじゃないかなと思ってって6が入ってるからねはい7いきます4番 のプレイヤーは発言してくださいは3釣ります全員3釣りねあの指生権もらってるんで1番から村人は全員3釣りあのまず8番が2番に行ってる内容自体を3番が捉えきれてないところから間違ってんだよだから9番なんで8番よく見えるのとか2番なんで8番強さないのとかも 5番のプレイヤーは発言してください,ださい4番お前お前4番おい聞こえるかお前これやったろお前接続切れやったろ4番聞こえるか4番4番今めちゃめちゃ気持ちよくなってたところで切れたぞ接続8番ね何でお前それ2周目出すんだよ白いなと思ったよだから俺8番に行かなかったよ柱発言してる2番に行ったよ え、でも俺63のこれ地上、地上劇だと思うな、3番いきてえな、まあ7番がローで7 9しか追えない、2番はあっても強人だよ、だって柱してるんだから、7 9か63しかないと思うけど、あー、3番いや、安定で行こうかな、わかんない、あの、表は俺は言わない、もうお々の好きなところに行ってくれ。 投票を始めてくださんだったら知らねえ。もうギャンブルするが面倒くせえし。こういうラッキーチャンスねえがと見せかけて、2番に投票を流す。3番ももうでは釣れない。3番がやろうだったらもう、まあ、投票するけどね。かわいそうだし。やっぱりそうなりそう。村は強すぎだわ。やってダメだって。